さあ、こんにちは。埼玉のシンガーソングライター、トムと申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌ボーカルミックスボイス練習されている方に向けてですね、今日は、まあ、具体的な練習メソッドそのものというよりも、まあ、私よく独自開発、オリジナルで考えた練習方法なんかをご紹介しているんですが、今日はそのオリジナルの練習方法を作る方法をお話ししたいと思います。まあ、つまり、まあ、自分の練習メニューを自分で考えちゃおうっていう話ですね。まあ、これ結局ちょっと、まあ、結論から言うと、まあ、結構、まあ、難しいです。正直言うと難しいんですけど、考え方と、まあ、練習のネタのストックさえ増えてくると自分に合った練習方法を考えられるようになるんですよね。で、私も結構そういう口で、で、これなんで今日こんな話をするかっていうと、究極練習方法ってその人に合った練習、その人が求めているものに対しての練習なので、私がこういう、まあ、例えばミックスボス習得のための練習方法ということで、まあ、ご紹介してるんですけど、まあ、その中でも例えば音域のこの声帯のテンションを伸ばしたいのか、響きをもっと増やしたいのか、まあ表現、息のコントロールをしたいのかっていう、まあ、その目的、自分にとって必要なものっていうのがちょっとずつ変わってくるので、それに応じた練習メニューでないと、まあ、意味がない可能性があるんですよ。まあ、もちろんそれやっていく効果はあると思うんですけど、ミックスボイスだったらミックスボイスの発声のフォームのヒントにはなるようなお話、練習方法はご紹介はしてますが、一番もう本当にジャストヒット、ジャストミートする練習方法っていうのは、自分で自分の練習メニューを考えるのは一番いいんです。まあ、正直、最初に僕と言った通り、簡単ではないと思います。じゃあどういう練習メニューがいいかっていうのは、ある程度自分の中にストックを持ってないと、どういう練習メニューがあるかってことを知らないといけないので、まあ、ある程度それは経験と、まあ、勉強と、こういった動画で私もまだまだいろんな情報とかね、資料を見て勉強させてもらってますが、まあ、日々勉強しつつ、そのストックを寄せ集めて自分に必要な練習メニューを作るってことが、まあ、一つの到達点かと思います。まあ、歌の練習にゴールはないので、まあ、さらに上にレベルに自分にとって必要な練習をしてレベルアップするには、まあ、オリジナルメソッドを自分で作れるようになるよ、なれるようにしようっていうのが、まあ一つ、まあ、おすすめしたいことです。まあね、動画でこうやってお話ししていくといただく、いただくので、練習方法をねお届けしていこうとは思いますので、まあ、基本はそれも見ながら、自分の練習方法の練習メソッドのストックを増やしていきながら、ゆくゆくは自分で練習方法を作ってほしいなっていうのが、まあ、本当の願いです。で、まあ、練習自分の、自分に合った練習メニューを作るその考え方をちょっと最初にお話ししようと思います。で、これも3つのステップぐらいあるんですけど、自分に必要な練習メニューどうやって作ったらいいか、ステップ1ですね。まずその自分にとって何が必要かっていうのを考えます。まあ、この何が必要かっていうのは、例えば自分が今歌って歌声発声していて、どこを強化したいのかってことですね。まあ、冒頭でもお話した通り、自分には声の厚み、太さが足りないとか、音域を伸ばしたいとか、息のコントロール、強弱がちょっとうまくいかないとか、まあ、体の鳴り、声を発生してる時の、まあ、胸元の響き、鼻の響きとかっていうのが感覚がつかめないとかっていうのを、自分の何でもいいので、まあ、そのいくつかあると思うんですよ。1個だけってことはまずないと思うので、ここを練習したい、まあ、音域を伸ばしたいっていうのが、もうそこに集中した練習メニューを考えるってことです。まあ、目的をちゃんと意識するっていうのはステップ1ですね。で、ステップ2が、その目的、ステップ1で意識した目的に対してどうやって改善するかっていうことです。まあ、当たり前ですけど、まあ、例えば音域を増やしたいのであれば、音域を伸ばすための練習メニューが必要です。まあ、おそらく、まあ、ちょっと後半でもお話をしようと思うんですけど、声帯のテンションを意識した練習が絶対に必要になってきますと。まあ、この辺は、まあ、一言で声帯のテンションといってもいろいろな練習パターンがあるので、ここで、まあ、自分の持ってるストックの量に、寄ってくる部分はあるんですけど、まあまあ、2つ目は自分が求めてるステップ1であった目的、改善したいものに対してどうやって改善するかの練習メニューを考える。これはステップ2です。で、ステップ3が結構ポイントです。で、ステップ3は、まあ、声帯、喉の動きが結構多かったりします。体が楽器のボーカルなので、まず自分の目では見えない部分があるんですよね。まあ、こうやっていろいろ矢印をさせてやってるんですけど、まあ、意識しづらい。なので意識しやすいように、口の動きとか体の動きを加えてあげると練習の効果は出やすいなと私は個人的に思ってます。特に声帯っていうのはこの喉の中の動きなので、喉の中の動きって見えないですよね。で、なんとなくこうイメージでこう上へとか後ろへとかってやるんですけど、まあそれでもいいんですけど、まあやっぱり限界はあると。なので声帯の動きをよりスムーズにしてあげるために、表情であったり
おーみたいな感じで身振り手振りを入れてあげると、まあ、練習の効果は上がりやすくなるってことですね。まあ、一応3つのポイントちょっとおさらいします。1個目がまず自分にとって何が必要なのか、まあ、どんな練習がしたいのか、どんな効果を得たいからこの練習メニューを考えるかっていうその目的を考えて、2つ目がじゃあその目的を達成するために必要な練習メニューを考えて、3つ目が、まあ、特に表情とか姿勢、まあ、あの身振り手振り、あの動き、体を動かすということも結構ポイントだというのが3つ目です。で、まあ、ここまでお話しした時点で、まあでもいや私には俺には無理だよっていう声は聞こえてきそうで、まあ、私は多分この話をするしようと思った時に、あの、まあ、練習しているその練習を始めたばかりの段階とか、今まさに練習中の方にとってはその練習方法が分かんないから動画見てるんじゃっていうツッコミが来ると思うので、まあそこはもう重々承知の上で、で至極当然なツッコミだと思うので、それはもうまあ、分からないうちはもうどんどんいろんな練習メニューを見て、で、分からないうちはどんどんいろんな練習メニューに挑戦してください。いろんな自分が、まあその、こう聞いたことないとか、んやったことあるかもとか、ん大丈夫その練習方法みたいな、いろんな感覚を覚える練習方法が出てくると思うんですよ。これからいろんなので調べたり、まあこういう動画いろんな方の動画見たりとかすると、いろんな練習メニューが出ると思うんですけど、とにかくたくさんやってください。でそのたくさんやった練習メニューのそれが自分のストックになってきます。あ、こんな練習メニューやったなっていうことのあっていうのがいっぱいあればあるほど、さっき言った目的を、じゃあ自分にとってここを強化したいっていう目的は作れると思うんですけど、その目的に対してどんな練習メニューがいいかっていうのはもう自分の経験値、ストックの多さに限って起因してくるので、でそのストックの多さを持った上で何と何を掛け合わせるかっていうのが結構ポイントになります。まあ結構ねこの話はもうだいぶちょっとバクッとしたちょっと結論のない話になってきちゃうんですけど、まあ、あのたくさん練習メニューをこなします。でたくさんストックを持っておきます。でその中で自分がいいなと思ったもの、あこれは使えるなと思ったものをある程度こうなんとなくこう覚えて、ちょっとこうなんだろう、自分の中に残しておくっていうのを、まあいろんな練習をしながら、たくさんの練習をしながら、控えておいて、で、まあ、なかなか効果が得られないってなった時に、いやじゃあ 音程音域を伸ばすために必要な練習メニューをちょっと改めて自分の中でまとめてみよう。今まで練習メニューやった中で、このね、この練習は声量だよな、この練習はボリュームコントロールだよな、息のコントロールだよな、まあ腹式呼吸とかっていうのはいろいろあるんですけど、まあ高音発声に必要な動きっていうのはある程度限られてくるんですよね。で特にまあちょっと今日はその高音発声、音域を伸ばすっていうことをちょっとピックアップして、あのお話深めていきたいと思うんですけど、例えばステップ3で言った表情を動かすという意味では、まあ高音発声にとって一番おすすめなのはというこう母音で言うと、あ、い、いの、い行の母音、いの音を発声をすることによって、いという発声で声帯のテンションや特に高い声を発声するフォームが作りやすくなるとは言われてますし、私も実際やってみてなんとなくそういう感じは感じます。でこれもまあ人にもちろんよるので、いいってやるとなんか喉がうーって苦しくなるっていう方はもちろんいると思います。でこれはいという母音でやればイコール声帯のテンションができるかっていうのは難しい、あの人によって違うっていうのはそういうことなんですけど、声帯のテンションを感じられる練習メニューが何なのかっていうのをしっかり覚えておくってことです。もちろんイーってこの練習を声帯のテンションに使うことはもう非常におすすめではありますし、まあ、正しくやれば、まあ、皆さん多分声帯のテンションは感じやすくなるはずなんですけど、まあ、人によってどうしてもこの練習だとうまくできないって方は他の練習パターンで声帯のテンションを、獲得する必要があるということですね。でその獲得する方法を、自分にとってあこれは高い声出しやすいっていうパターンをいくつかあの踏まえておくっていうこと、まあ、ここではちょっと具体的なあの練習方法というよりも、まあ、自分のオリジナル練習メニューを作る方法のお話なので、ちょっとまあのだいぶ具体性の欠ける部分になってて申し訳ないんですけど、あの自分の中での声帯のテンションが高い声出すために必要だった、高い声をスムーズに出せるっていう感覚を得た練習メニューをたくさん控えておくってことです。まあこれはもうたくさん練習経験するしかないんですけど、その練習を寄せ集めて、あじゃあこのヒーという練習とヒーとこう後ろにこう体を反らす動きがなんとなくこう発声がしやすいなっていうのであれば、それを掛け合わせて、あとまた何かいくつか 1,2 個掛け合わせると、自分が高音発声のために特化した練習、自分が体感しやすい練習メニューが作れる
ていうことですね。まあ作れるっていうとだいぶ難しいところだと思うんですけど、まあ最初のなかなか練習メニューそんなに知らないよとか、声帯をテンションするための練習というのが どういうものがあるのか、それがまだまだ自分にはまだ持ってないよっていう段階では正直ちょっとまだ難しいと思うので、まあそれはもうたくさん練習、まあ、していきましょうということなんで、まあちょっとね練習たくさんしましょうっていうと、もうそれはもう身も蓋もない話なんですけど、まあその中で、ね、自分に合うで自分に合う練習の中でもこの声帯のテンションとか声量アップって目的に対して非常に特化した声帯のテンションを感じやすい練習メニューっていうのが自分の中でいくつかできてくると、それを寄せ集めてこれとこれを掛け合わせて練習をすることによって、まあ、より早く成果が出やすくなるってことですね。まあ本当に結論で言っちゃうと、自分にとってベストな練習ってやってみないと分かんないんですよね。でその練習メニューはその人によってはいいと思うものもあるし、同じ練習なんですけどこの人にとってはあまり良くなかったっていうのもあります。正直本当にいっぱいあります。なのでその練習メニューをやってみて自分に合うものをしっかり、まあ、合うものというか合わないものであってもどうすればうまくいくのかっていうのも、まあ、合わせてちょっと練習メニューと向き合う時に、ちょっと分析してもらって、でその練習メニューをしっかり控えておく、自分のレパートリーとして残しておいて、最終的には自分のこの練習高音域、まあ、声量アップ、まあ、自分の表現力を上げるこの練習の目的を持った時にどういう練習がいいかってひょっと引っ張ってこれるような、経験値を持っていきましょうっていうのが、まあ、今日の、まあ、一応の、まあ、着地点でもありますが、まあ、自分に合った練習方法っていうのは本当に歌の練習している方にとっては結構重要な話です。まあ、こういった動画とか練習、インターネットとか、まあ、本とかって教材って練習メニューってもう用意されてるじゃないですか。でそれはそれでやってみてもちろんいいと思うし、それがその自分のストックになるのでいいんですけど、その中から自分に合ったものを選ぶっていうことを忘れちゃうと、なんだろう、この練習してるのに自分は上手くならない、もしかしたら才能ないのかっていう負のスパイラルに陥ることがあるので、実態自分に合う合わないっていうのがあるってことをまずここでもね動画で、改めてお見知りおきをいただければと思います。私も結構ねいろんな練習して挫折したこともありますので、だけどなんか一ついい練習メニュー出会った瞬間に、あれなんだすぐできるじゃん、何だったの今の練習メニューっていうふうに思うこともありました。なのでまあたくさんね練習して自分に合う練習メニューをまず控えて、で自分でこうアレンジしていけるようになると、まあ練習 の成長のスピードも上がっていきますっていうお話ですね。まあちょっとねだいぶごめんなさい、結論見たものはなかなか見えない動画で申し訳ないんですけど、まあ自分に合った練習方法が一番効果が高いですっていうお話で、ちょっと今日の話を進めくくらせていただきます。この方で歌ボーカルミックスボイス練習されている方に向けて、まあ一応ね広い視点からお話ししてます。ぜひねいいねボタン、チャンネル登録して次の動画でお会いしましょう。